僕の友人の塩谷健っていうのはすごい面白いやつで、時間の哲学やってるんですけど、ある時時間のことについて考えてて、すごい行き詰まっちゃってもうダメだと思って、で京都行ってうまい天ぷら食べたら治っちゃったっていう話が僕すごい好きで、哲学という非常に思考というか、自分が何か考えて行き詰めていかなきゃいけないところで解決しようと思ってた問題が、うまい天ぷら食べたら治っちゃったっていう、そういう気分がですね、それはすごい面白い話だと思ってるんですけど、でも本当時間っていうのは不思議で、現代物理がいくら積んでも時間の神秘というものについては我々は何も言えないわけで、例えば私が今このビデオを撮り始めた39秒前の時間っていうのはすでに過去になってしまって、その時は今だったんですけども、もう過去になってもう二度と戻ってこないっていう、この神秘っていうのは本当にすごいことで、我々の人生って結局生きて死ぬ私っていう本にも書きましたけど、二度と戻ることのないその滑り台を滑りながらいろんなポーズをとってるようなものなんであって、でこの時間ってのは何なのかってのは本当に分かんないですよね。我々人類はいろんなことを知って、科学も発達して技術も発達して、非常に世の中のことを知ってる、宇宙のことが分かってきたっていう気になってるんだけど、その時間というものがもう今というものがもうすぐに過去になってしまって、未来になってたものが、現在になってしまってっていう、この過去、現在、未来の不思議な関係、それを我々が捉えているその意識の流れ、ストリーム・オブ・コンシャスネスの不思議っていうのは、本当に何なんでしょうかね、これは。だから、神秘なんてのは、もう身近にあるんじゃないですか、そういうね、本当にごく当たり前のところにあるんであって、我々は本当に傲慢になっちゃいけないなと思うんですね。最近、ブライツ・ムーブメントっていうのがあって、神はいないっていうふうに、理性的に考えるっていう人たちがいるんですけど、それはそれ僕はいいと思うんですけど、人格心はいないんだろうと思うんですけど、だけど、そういう神秘に対する、畏敬の念というかですね、センスオブワンダーってのはやっぱり、持ち続けなくちゃいけないなって、神がいなくなってもセンスオブワンダーはないとやっぱり人間というのはダメなんじゃないかなって思うんですよね。塩谷君の食べた天ぷらは何だったんでしょう。